とかなるのさ、心配はないさ。皆さんこんにちは、花です。今日ですね、ジャニーズの質問オンリーの Q&A 動画第2弾をやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは前回同様メイクをしながらまたグダグダと私は質問に答えていくわけなんですけれども、今回も前回同様インスタのストーリーの方でいろいろクエスチョンを募集しました。皆さんたくさん質問いただきありがとうございます。で、本当にたくさん質問をいただいて、多分紹介しきれないぐらいあるし、動画に撮っても泣く泣くカットする部分もあると思います。もし質問読まれなかった方がいらっしゃいましたら本当にごめんなさい。で、あとはね、前回の Q&A でこう配信した質問と被ってる質問、短歴とか各グループで誰が好きですかとか、なんかそういう質問は被ってるやつは答えません。被ってないって私がこう記憶してるものを極力メインに選んでいきたいと思います。そんなことで早速いっちゃおうっていう感じですね。まずは何にしようかな。一番多かった質問がしんちゃんの今までの髪色とか髪型でどのやつが好きですかみたいな質問、本当にたくさんいただきました。本当に多分ダントツなんじゃないかなってぐらいの質問量だったのでお答えしますと、私は基本的に今のちょうど Now の髪型が多分一番好きかもしれないです。黒髪前髪重め、おととい M ステでね、ちょっと髪を切って髪の毛黒くした感じを披露してたと思うんですけど、あの感じが多分私は一番好きです。はい、でもちょっと矛盾するんですけど、東西の時のしんちゃんのアッシュとかも割と好きでした。あとね、もう一個言うとまたちょっと違うんですけど、イミテーションレインの特典に入っていたイミテーションボーリングの時のちょっとゆるふわで巻いてる感じのしんたろくんも好きです。総じて好きです。あ、これがね、すごい面白そうだなと思って事前に考えたんです。グループシャッフルメドレーの歌割り考えるなら、どのグループに何歌ってほしいですかっていう質問がね、超楽しいじゃんと思って、昨日夜な夜のね、朝の3時ぐらいまで考えていたの私で、バーってもうこれだけはパッて出るようにちゃんと携帯にメモしてあるので、メモしたものをこう皆様にお伝えしていきたいと思います。まずもうパンパンいくよ。嵐がキンプリのシンデレラガールを歌ってほしいです。で、次 TOKIO が関ジャニののろしバンドでやってほしい。で、 V6 には ABCZ のバニラ、そして KinKiKids にはキスマイフット2の夕空かな、多分夕空です。で、 KAT−TUN には TOKIO のリリックで、関ジャニ8にはもうここは完全に私の好みで走りました、セクシーゾーンのセクシーサマーに雪が降る。で、ニュースには SixTONES のイミテーションレインで、キスマイが V6 の Wait for You で、エビに SnowMan の DD、 まあアクロバットと言ったらもうエビでしょうっていうことでエビに入れました。で、平成ジャンプにはニューズのニャロ、もう可愛さで選びました。で、セクシーゾーンにはキンキのフラワーで、ジャニーズ WEST には平成ジャンプのウィークエンダーで、キンプリには嵐のラブソースイートキラキラ王道アイドル行ってほしいです。で、我が軍 SixTONES にはカトゥーンの Never Again、 これ私ね、実はカトゥーンの曲の中で1位2位を争うほど好きな曲なので、ぜひとも SixTONES で歌っていただきたいなと思ってソンズに入れました。そしてスノーマンにはジャニーズ WEST のパリマニ、パーティーマニアックスですね。絶対かっこいいと思う、絶対かっこいいと思う。もうイントロの神ちゃんのところをヒー君がやったらマジでかっこいいと思うので、はい、もうパリマニにしました。こういうの大好きです。こういう妄想力が働くもの大好きです。あとね、グッズ系がすごい多かった。グッズ全部紹介してほしいですとか、グッズの収納方法とかどうしてますかっていう質問が結構多くて、私グッズそんなに買わないんですけど、だからあんまりないんですよ最近のは。昔は結構買ってたんですけど、昔のやつは全部実家の倉庫にあります。なので収納方法も何もないです。倉庫にもう袋ごとバーン、箱ごとバーンって、あ、落ちたやってるので、収納方法も何もないです。もう倉庫様々、実家ありがとうっていう感じです。次はね、花さんがもしジャニーズに入るならどのグループに入りたいですか、理由も聞きたいですっていう質問なんですが、もう一択でした。全然悩まなかった。 SixTONES です。はい、これは普通に SixTONES だと思う。なんだろう、まあもし私が入るのであれば、まあ多分一番毛色が近いかなとは思うし、なんだろう、まあやる方向性、音楽とかなんかそのパフォーマンスの感じとか、そういうのは割とこう なんだろう頑張ってしなくても寄せられそうみたいななんかキラキラアイドルとかって多分私できないんですよ。だって自分がキラキラしてないから
キラキラしてないからできないんですけど、これオラオラ系だったらできる感じがする。すごい、でも楽しかった。これも楽しい、楽しい質問ありがとう。カラオケでよく歌うジャニーズの曲を教えてください、グループ問わず。まあ今だったらもうただ一択、イミテーションレイン、ニューワールドも好きなのに、ニューワールドとか、まあ DD も歌うんですけど、まあ、そこらへん。菊池風磨くんのソロ曲はめちゃくちゃ歌いやすいので歌う。マイラビンシーズン、ルージュ、マイライフ、モア。モアとかめちゃくちゃ歌うね。かなあたりはすごく歌います。じゃあ次ですね。父親枠、お兄ちゃん枠、弟枠、友達枠、彼氏枠、旦那枠をそれぞれ、すごいことになっているぞこれは。おう行こうか。すごいなんかおこがましいんですけど、私がこう選ぶというのは。まあでもね、質問にあったので、私だったらという、私が絶世の美女であったらっていう家庭でね、彼氏枠とか旦那枠とかもちょっとおこがましいですけど選ばせていただきます。なんかお気分悪くされる方いたら本当に申し訳ないんですけれども。じゃあまず父親枠からいきましょう。父親枠は私はもうこの方一択です。木村拓哉さん。はい、もうなんか、いや、かっこよくない？パパ木村拓哉だよ。すごくいいパパって感じで、あのビジュアルだしね、もう間違いないんじゃないでしょうかね、パパは。で次、お兄ちゃん枠。お兄ちゃん枠はちょっとやめちゃった人でもいいですか。私は田中幸喜くん一択なんですよ、これも。で次、弟枠。弟枠は久保蓮くん。はい、少年忍者の久保蓮くんなんですけど、私のツイッターをねフォローしてくださってる方だったらご存知かもしれませんが、最近私結構久保蓮くん推しなんですよ。いや、もともとね可愛いなと思ってたんですよ。去年ぐらいかなあたりからすごい可愛いなと思ってて見てたんですけど、さらに前髪がこう伸びて、あの可愛さに磨きがかかりまして、もう私結構今久保蓮くん推しなので、久保蓮くんを弟にして一緒にタピオカ飲みたいってすごい思います。で次、友達枠。友達枠はすごく難しいなぁ。すっごく難しいけど、難しいね。友達か。なんで悩んでるかというと、私は森本慎太郎くん、我が時短なんですけど、が友達か彼氏枠どっちかに入るんですよ。でもこの紙一重だよ。どっちを取るかっていう。割とこう友達枠の方が私はしっくりくる気がする。楽しいと思う。そうだね。なので時短です。時短にします。友達枠が我が時短の森本慎太郎くんです。はい。で、彼氏枠をそうなると悩んでいて、で実は友達枠彼氏枠で慎太郎ともう一人悩んでたのが菊池風磨くんなんですよ。そう、慎太郎くんを友達枠に入れたので、菊池風磨くんをじゃあ彼氏枠にします。じゃあっていうのもすごいあれなんですけど、はい。で旦那様枠ですね。これはね結構すぐ決まってたかもしれない。何回も言いますが本当におこがましいんですけども、旦那枠が本当にもう一択で岩本照くんです。はい。理由は男らしさと、あとすごい重い感じ、愛が、私結構そういう人好きで、むしろなんか好きなので、ほら語彙力がなくなった、ほら携帯持ちた。なのでもう岩本くん一択ですね。やっぱなんか頼れる、旦那様にする人って頼れた方が絶対いいと思うし、ぐいぐい引っ張ってくれるような男らしい真面目な人が、私は旦那様に一番ね、私は結婚したのでわからないんですけど、向いてるんじゃないかなと思うので、岩本光くん、ひーくんを入れました。過去に付き合ってた人にジャニオタ全否定されたことがあります。そんな経験ありますかっていう質問なんですけれども、私もあります。まあ、デートしてた男性がいたんですけど、その男性に言われたのは、なんかもうジャニオタ気持ち悪いみたいな言われて、でもさーみたいな、出会った時から私がジャニオタって知ってるよねっていう、ね、でなんか私一緒にテレビ見てて、私がケンティかっこいいとか誰々かっこいいとか言うと、なんか気持ち悪いみたいな、ではってなって、なんでって言ったら、そのまあツイッターにもこれ書いたんですけど、でも冷静に考えてみ、俺が AKB のオタクだったら気持ち悪いと思わない、それと同じだよって言われて、全く思わないんだけどっていう、むしろ趣味じゃん、なんかその人の趣味を否定するってことは、その人の人格を全て否定するような感じだと思うし、じゃあ なんであなたはじゃあジャニオタ気持ち悪いって言ってて私とデートしてんのみたいな、なって、まあ、なんかちょっとよく分かんなかったし、まあいろいろあってその人とも価値観が合わないなと思って、あの距離を置いて、まあ結局付き合うことはなかったんですけどっていうことも全然あります。あります、あります。私結構もう出会ってすぐジャニオタってこと言うので、なんか趣味はって言われて、普通にあジャニーズ好きですみたいな
というか好きな男性のタイプはって言ったら、え、ジャニーズですみたいな。え、でもジャニーズの中でもちょっとなんかゴリゴリ系の人が好きでとか話すし、なんかなんだろう、じゃあそこを受け入れてくれないんだったら私とこうね、こう親密になるのはちょっと違うんじゃないって思うので、まあなんかいろいろ思うのは人それぞれだと思うんですよ。人によってその器もあるし、こう考え方も違うし、いろいろあると思うんだけど、なんかそれって言っていいことと言っちゃいけないことがあって、なんか心の中に留めとけないんですか大人の皆さんっていう感じです。で、嫌だと思ったら黙って距離を置けばいい話だし、なんかわざわざその人を傷つけるようなことを言う必要はないんじゃないかなって思う私は。だからなんかジャニオタを否定されたからどうのこうのっていうことはないんだけど、なんかそれによって結構人間性が見えて距離を置いちゃったりすることはあります。まあ、そんな感じがちょっと私の過去の恋愛の話と交えてするジャニーズの話でした。スノーマンで一番好きな歌は何ですか？そうだね、ストーンズは前回のね動画で答えてるんですけど、ベスト3答えたので、じゃあスノーマンも答えていきましょう。スノーマン第3位、シャロンガイズ、シックスガイズスノーマン。やっぱりテンションが上がる、好きだね、ああいう系の曲すごく好きなので。そして第2位、シャロン打って変わって終わらないメモリーズ、好き、めちゃくちゃ好き、歌詞が好き、本当に好き、失恋した時にマジで本当にすごい聴いてた。で、第1位、 Make it hot、 慎太郎くんやひーくんを除いてグループを作るのであれば、花さんは誰を選びますか？デビュー組、ジュニア、どちらも大丈夫です。難しいね前回はね、私のドリームチームをお伝えしたんですけど、まあその中にはもちろん私の好きな2人が入ってたのであれなんですが、じゃあしんちゃん、ひーくん以外で、じゃあちょっと路線を変えていく。この前のあれは治安っていうのがすごいテーマにしてたんですけど、治安悪い系のグループで組んでたんですけど、路線をちょっと変えようか。で、前回選ばなかったメンバー多めでいこうか。まず1人目、チェラン、目黒蓮くん、はい、はとりあえず入れます。で、2人目、チェラン、菊池風磨ですね。ここまではここ前回と一緒かも。はい、あ、ちなみに今回ちょっと5人編成にじゃしたいと思います。5人にして、目黒蓮くん、菊池風磨くんね、来たよ来たよ。じゃあ3人目ね、難しいけどここで入れるのはチェラン、松村北斗くん。なんかね、ちょっとね、こう、なんだろう、妖艶さがある組がいいかなと。自分たちの見せ方が上手い人たちをこう入れたいなと思って、そうだね、北斗くん。いいじゃん、北めめいいじゃん。にして、じゃああと2人でしょ？ここもまたちょっと圧倒的センターっていう意味で入れたいのが、まぁちょっと毛色が違う人を1人入れたいなと思います。圧倒的センターという意味で入れるのであれば、行きましょう。チャラン、京本大我。ここで、まあ、歌っていう、歌唱力っていう面でも、一気にこう、レベルが上がるし、他の3人とはやっぱちょっと毛色が違うから、まあなんかね、一人はちょっと違う人がいた方が、パンチが効くっていうのもあるし、あとまあ、パッパも大我くん結構あるので、そこに入ってもバランスが取れるかなと思って、京本大我くんにします。おぉ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もう一人なんだよね、もう一人。これが難しいんですよ。いや、悩んでる。すごい悩んでる。あと一人。あのね、言ってしまうとすごい悩んでるメンバーがまず一人、嵐の松本潤くん。で、もう一人悩んでるのが松田元太くんなんですけど、トラの。で、もう一人悩んでるのがラウールなんですよ。ラウちゃん悩んでて。ラウちゃんでもやっぱね、ラウちゃん自分の見せ方うまいもんな。どっちにでも転がれる。可愛くもいけるし、パフォーマンスの時めちゃくちゃかっこいいから、ラウちゃんにしよう。はい、決まりました。整えました。なので、ラウールをここに入れたいと思います。ということで、今回の私の慎太郎くんとひーくん抜きのドリームチームのメンバーなんですけども、センター、京本大我くん、そして、菊池風磨くん、松村北斗くん、 BI 組がここの新名です。そして、サイド来るのが身長高い2人組、ラウールと目黒蓮っていう感じにしたいと思いますが、いかがでしょうか。今回ちょっとね、すごい悩んだ。やっぱり自分の一番のドリームチームを前回で言ってしまったので、ちょっと今回は変えようっていう点もあってあれでしたけど、ジャニオタしててよかったなって思う瞬間はいつですか？常に思ってるよ。例えばこう、暇な時とか、なんか家でぼーっとしてて何か見たいなってあった時、録画の取りだめがあったりとか、DVD あったりして、こう時間潰したりもできるし、あとやっぱコンサートで、ね、キャッキャキャッキャしてる時も楽しいなって思えるし、友達と、なんか何気ない LINE とか、もうそれジャニーズのネタで LINE ができるし、いろんな、本当に常に思う。常にジャニオタしててよかったなって、私は
本当に思っていますね。なんとかなるさ、心配はないさ。これもし時短とかストーンズの熱愛出たらどうしますか？どうもしない。出たこともあるし、いろんな、もうそれこそ私は元旦の赤西仁君とかも結婚されているし、なんかもうそれがどうこうする年齢でもないし立場でもないので、私はまあただ一つちょっとなんだろう、すっぱ抜かれた時は思う、熱愛。いや、ちょ、プロ意識持って隠しそうかと思うけど、でも彼らが恋愛することに何とも思わないし、だって彼らだって一人の人間なわけで、一人の男なわけで、好きな人ができて彼女を作るのは当たり前だと思う。ただ仕事的に隠した方がいいよと思うだけで、別に彼らが何をしようがどうしようが、私は普通のオタク、一般人のオタクなので、それに関してどうこうすることは全くないですね。本当に。だってねだっていい年のかっこいい男の人がむしろなんか恋愛してない方が私は大丈夫って思っちゃうので、全くもってこれっぽっちもない。まあ年齢的なこともあると思いますが、自分ももう大人なので、はい、そんな感じです。どうもしないです。なんとも思わない。なんかね、今ねコテをね探しながら私ちょっと考えたの。もしかして私のドリームチーム、ラウちゃんじゃなくて道枝くんにした方がいいのかなっていう説が出てきた。ちょっと道枝くんの方が塩っぽい妖艶さがある、もしかしてって思っているんですけど、どうでしょう。一人関西を入れる。え、ちょっと悩むね。ラウちゃんもいいけど道枝くんもいいね。で、ちょっと悩んできたけど、私は何をガチでこんなに悩んでるんだ。ジャニーズの私プロデューサーにでもなるのかなっていうぐらいなんですけど、はい。で、ちょっと悩んでるよっていうのをお伝えしたかったです。たったそんだけ。はい、それでは最後の質問だけはね、ちゃんとこうね、カメラ越しにちゃんと話してバシッと終えたいと思います。バシッと終えられるかわかんないけど、最後はねこれって決めてたの。デビューした森本慎太郎くんに一言お願いしますっていうのがあって、まあまあ彼がこの動画を見てくれるっていう確率の方が低くて、もうもちろん低くても見てないと思うんですが、一言伝えるとしたら、まあまずデビューおめでとうございますと。本当にまあ13年間ずっと入所から見てきて、まあ、毎年あの節目で見る慎太郎くんが私の中ではあの最高の慎太郎くんだと思っていて、なのであのきっと今後も私の最高を更新し続けてくれるんじゃないかなとは思っております。まあ、デビューして純粋に嬉しいのは、いろんな番組で慎太郎くんが見れるようになったってことと、あとまあカラオケで歌えるようになったってことがすごく嬉しいです。あと何でしょうね、まあ、ここからが本当にスタートだと思うので、オタクたちはただただ頑張って、ただただついていく、本当に頑張って応援してついていくだけなので、あのお互い頑張ってあのいい景色を見させてください。はい、すごく楽しみにしています。これからも頑張ってくださいっていうのが最後の締めで、まあ慎太郎くんは見てないとは思うけど、はい、こんな感じが一言メッセージでした。最後だけちょっと真面目になっちゃいましたが、皆さんあのご覧いただきありがとうございました。本当に長々。それではまた次回の更新になりましょう。バイバーイ。